宮城タスススクののポーツビジネスゼミの時間でございます、えー、今日はですね、私今、えー、ちょっと充血してません。大変、えー、眠たかったんですけど、興奮冷めやらぬ状況でですね、えー、動画を撮っております。はい。で、な、え、ん、ー、でかというとですね、あの今ね、このま新型コロナウイルスの影響で、えっ、ー、と、いろんなこう各地にですね、それぞれいろんな形の補助金みたいのが結構国からあると。 いうことで、えーとまあ、ある市町村のです、ねえー、方から、ね、うちの,、ね、この行政区でもです、ねえー、数億円、ね、そういった立て直しとかあいろんなことでお金が入ってくることになりましたと。はい、で、宮城さんが以前プレゼンをされていたあの企画、これ持ってきてくれませんかという話をですね。えーっと 朝ねいきなりちょっとまあまあ早い時間で興奮されて職員さんから、ね、ちょっと週明けにでも持ってこれませんかということで急遽また出張が入っちゃったんですけど、はいで,まあ、でもすごい嬉しい悲鳴でああ思い出てくれたんだと思ってなんかねその方もいろいろこう思っててなんかこれ使えそうだなーってずっと宮治さんの企画やりたいなと思いながら、ね、やっぱ財政の、ねえー、方としてやっぱりじゃあお金はどっから持ってくるかと財源どうするのかっていうところで思ってたのが急にこのコロナでそういった。 ね、お金があ,あるよっていうことになってもうすぐあ「じゃあこれ宮司さんの企画やります」っていうことでで、えー、そういったことで、まあ、ポイントを押さえるポイントがあるのでこれで文言を文章をちょっと作ってもらって再提出お願いしますっていう企画をですねえー、い,ただいたんですけどまあかかってくる時間が早くてですね、えー、僕割と夜型なんで夜中30時,時頃まで仕事してるんで朝は結構ゆっくり起きるんですね。えーねだいたい 7時半とかぐらいに最近は起きて、えー、動き出すんですけども、うん、でその、ね、方が本、ね、当、まあ、それを大きく超える時間でね、えー、電話をいただいたんであのなんでこの時間に電話と最初間違い電話かなと思ったんですけど、まあ、まあまあそれは良かったんですけど、ねまあ、思い出してすみませんちょっと早い方が良くてみたいな形でねお電話いただいたんで、えーまあ、とりあえずよかったですということで資料作,作りますということでね、えー、やったんですけどまあこの金額が大きいわけですよ。 ね、でちっぽんインちょっと思いついた企画を持っていったのが僕がプレゼンして提出して、えー、お見積もりで大体、えー、やるっていう事業ですねこれまあ,あの東京の方での PR をする事業になるんですねその地方さんの魅力発信を、えー、都会の若者都会の若者、うんまあ、そうですね都会の若者に対してこう PR しましょうっていう、えー、事業、うん、なんですけどでそれがまあいろんな若者、まあ、ネタあまり詳しく言えないんですけどね えー、若者さんが使っているようなプラットフォームさんとコラボをしてで、えー、そこですでに、まあ、もうお客さんを抱えているインフルエンサーさんとかを活用しながら PR をしましょうっていう、まあまあ、よくあるような企画のちょっと手っこ入れをしてよりピンポイントでっていうやつを作ったんですけど、まあ、それがですね見積もりの段階で数千万するような事業なんですけどこれをもうじゃあ通しましょうということで、えー、企画一緒に作っていきましょうと、はい、いうことで。 やりましたうん、なので、えー、もうねそこまで言ってもらってるので多分ほぼほぼそれが通るんだろうなと思いながらもう向こうからね、えー、そういったありがたい情報を頂い,いたので、えー、これはねもう僕のこのまだまだ、ね、少ないチャンネル登録の動画をわざと見ていただいてる方々にです、ね、これはもう何としてもこの僕の喜びとかね売り上げ自慢をしたくて動画シェアしてるわけじゃなくてあなたの街でもそういうのがあるかもしれないんでねちょっと是非機会があれば取りに行ってほしいなということでのシェアでした。 はい、で、えーっとまあ、例えばこの前も何か聞いたのが沖縄だと観光とかそういう系のやつでやっぱほらコロナで移動がなくなってね、えー、落ち込んでるからそういったところの観光を盛り上げるみたいな形で国から補助金があるとか、まあ、それとは沖縄に限らずっつうんですよね、えー、どこっつったかな、うん、何県、まあ、そういう観光をしてるような、うん、県。 えー、ではそういうのがあったりとか、えっとまあ、逆に宮崎とかだとそういう畜産とか農業が盛んなところだとね、えー、そういったところが、うん、売り上げが落ちてたりとかあ不安定になって、ね、そういったところをちょっとサポートしましょうみたいなことがあったり、えっとうん、それぞれね、えー、あるらしいんですよ、うん、そういうお金が。で僕もちょっとあなたが今どこでこう見られてるのか知らないので、えー、お答えにくいんですけどそういったのをね、うん 情報をゲットしてで、そこにはまる形でちゃんと企画提案をねしていったらですね、えー、今そういったのが、うん、企画を出してほしいっていう行政さんが結構多いみたいなので是非ね、えー、あなたもこう,こういった行政さんの方に行って、うん、自分の企画をね、えー、出しに行くというのもどうかなというふうに思います。はい で、えー、こうなったら、やっぱ、宮城さんだから、情報が得られたんでしょうとかねやっぱ言うし、みんな言うんですよね、それなんか僕、ちょいちょいやっぱ言われるんですけど、いや、本当そうなんですよって言いたいんですけど、ね、それでこれが僕の能力だけであればですね、もう少しへっけらがしたりとかですね、こう、おい、えー、ってなるんですけど、本当そんなことがなくて、あのまあ、逆に言うとですね、あのもう本当にこまごま、うん、えー、っと、こまごま、 もう報告とか相談をいかにそういったところでね行政とかまあいろんなところでしに行くかまあこれも営業も一緒ですよねえ企業さんも自分が商品売りたい時だけまあ保険屋さんとかでもそうですけど自分が保険売りたい時だけ社長どうですか最近売り上げいいですよね保険入りませんか今月ノルマが厳しいんですってって毎月は月末に来るやついるでしょあれあの保険屋さんとかもうあんなん来ても絶対嫌じゃないですかね そうじゃなくて、もう全然関係ない時にちゃんと行くわけですよ。ね。えー、も、ま、う、あ、何かことは、逆に言ったら会社のパーティーがあるとか、会社の業績が良かったとか、会社の何かある時におめでとうございますって、細々ね、顔出してるから、あ、じゃあそういえば一人増えたから、なんかじゃあ保険でも入ろうかなっていう時に呼ばれたりとか、ちょっと保険見直そうかなと思ってるんだけどっていう時に初めて相談が来るわけですよね。それと同じですね。まあ、それが行政だったり、大きな民間企業さんでもそうですけど、ね、そういったところに対して、えー、ね、 あのちゃんと毎日こまめに行って自分たちのクラブはこういうことをしようと思って地域のためにこういうことになってるしでそれで収益化してこう,こうこうしたいんですっていうことを常々相談に行くからねあじゃあこういう企画があるからこういう時はじゃあねえっ、ー、と宮城さんのとこ使ってあげようとかねえー、あなたのところを使ってあげようというふうに今なると、うん、いうことでございますはいなのでえっと本当にじゃあそのこまごまっていう頻度がどんくらいかっていう話に、えー、なると思いますけども あのーね、これが何すか、えっと、週にまあ1回行けたらベストですね、うん、週に1回、うん、で、まあ、少なくても月に1回、うん、行くっていうのはね、まあ、ベストかなというふうに思いますよで大体3月とか4月とか移動時期にはね担当変わる時にもちゃんとまたご挨拶行くっていうのもね、えー、大事かなと思うんですけど でえっとまあ、要は、ね、あの何かっていうと、まあ、そういったその周知とか、まあ、行くのも大変だ奥だと思うんでただいて「こんにちは」って言ってもちょっと向こうも何だこいつってなっちゃうんでやっぱ結構こういうとこであのよそよその自治体で例えばこういうコロナのことで、ね、あの困っていることで、うん、こういうなんか補助金が、えー、なんかあるっていうふうに聞いたんですけどとかでこういった事業があるって聞いたんですけどっていうことを、まあ、相談に行くわけですよね。で行政さんも あの急にじゃあ国からこういったお金使い上げますよってなるんですけど公務員さんってね国からお金が来てわーいとか何とかですってないんですよなぜかというと給料は変わらないんですよ逆に言ったらじゃあ一括10万円配りますとか何とかですみたいなのが来た時ね仕事が来ても「うわ仕事また増えた」しかないんですよ。ね 例えばじゃあはいクリーンにじゃあ2億円もらえますとか10億円もらえますってなったとしてもうわーじゃあ2億円分の書類作ったりそれ管理したりお金チェックしたりマジめんどくせえってなるんですよでこれは別に公務員さんが悪いとかじゃなくてもうそういう仕組みですよだってあなたもそうありません給料も変わらないのに仕事だけ増えたりとか責任だけ重くなったらめっちゃ嫌じゃないですかそれで一緒なんですよなのでそういったところに対して じゃあそういうい予算あって大変ですよね具体的にじゃ今からまたプロポーザルしたりとか何とかして大変だと思うんでつってじゃあそういうのを僕らにさせてくださいっていうことで、えーね、こういうことを企画でこ,うここでっていうのを、ね、うまく提案するわけですよでそしたらあじゃあこいつらにお願いしてたらこういうふうに、ね、やってくれるかもということでだんだん責任ができてきたらじゃあこういった予算があるからちょっと逆にだから僕そういう話も結構来るんですけど何々の予算で福祉の方でとか教育でとか。 観光でとかいろいろ、まあ、全く、えー、なんだろう畑違いのところでいくと本当にちょっとあ、ね、あの本当にまあ畑違いのところからの予算があるけどこれ宮城君とこちょっとうまくこうカチャッと事業を作って2,000万ぐらいの事業を持ってきてくれないとかっていう話が、まあ、逆に言ったら向こうから来ることも実はあって、ね、それで「あ分かりましたじゃあこここういうのどうですか?」とかあ、ねえー、そういうのがまあ大事だと思うんで。 はいで大体そういうのって、まあ、例えば行政のことでいうと町の総合計画っていうのがありますんでね必ずでそこの総合計画っていうのを見ながら、ね、町って今総合計画でこういうことをやるって国に言ってるじゃないですかその中でこういうのとこういうのとこういうの不足してると思うし今コロナでこういうのってちょっと今、えー、手薄になってると思うんでじゃあここに対してこういう予算つけ使いましょうよみたいなことを提案しに行くわけですよそれとおおそれいいねじゃあもうあの資料ちょうだいって話になるでそれやってはいじゃあいくらでできるのこんぐらいでで,できますっていうことをやるとはい。 いうようよな形ですね、うん、なのでそういった形で常に、まあまあ、コロナとか、まあ、世の中のいろんな状況の中でも見ながら、えー、補助金予算を作るね。なので僕も結構だから国会中継を見ていたりとか、えー、それこそまあ東京とかに行ったらそういういろんな省庁の方々と飯食ったり、ね、しながらいろんな情報を交換させてもらうこともしますしねえー、っとそういうのの中で、ね。 うん、情報を得ることもあるし、で、まあま、別に僕一人でも止めててもしょうがないので、えーまあ、僕はそういうね、まあ、コンサル的にアドバイスをさせてもらってるクラブさんなんかには情報をシェアしてね、えー、そこでじゃあ、ね、タクでもそういうちょっとこういうさん取りましょうということで、えー、働きかけてそこでお金を落としてくると、ね、えーまあ、いうことをやったりしております。はい。なので、まあ、動画ではね、まあ、あまり正直詳しくも言えないし、まあ、僕はそのコンサルしていないところですね、あまりその具体例を挙げてこういうといろいろまた、 変な広がり方しても申し訳ないので、えー、できませんけども、ね、ぜひあなたもそういった形で調べてね、えー、やれるんだったら、ぜひやってみた方がいいと思います。はい。なので、うん。ですね。こういった機会をね、逃さないようにアンテナ張りながら、でそれをもうずっと毎日やってたらですね、もう眠くてもですね、急に叩き起こされて、宮城さん、1000万分の見積もり持ってきて、2000万の事業持ってきて、みたいなことがね、まああるわけですよ。ね。差別に私がすごいとか、なんとかじゃなくて、ね。そういう関係ができてるだけ。 ね、あなたもそういう関係がしっかりできればですね信頼されればね、えー、あなたのところでこういうのやろうっていうふうになると思いますのでぜひね頑張ってお金をこのチャンスでねコロナで儲けてる人いっぱいいますよ、ねえー、もうなんですかアマゾンさんなんかでもうこの何ヶ月だけで4兆円とか5兆円とか儲かってたみたいなニュースもね見ましたけどね,ねちゃんとだからね 対応するとかそういう時に人がお金がこういう風なところを消費するっていうのをちゃんとやっぱ目を向けてやってる人はねちゃんと儲かってるんです。でも旧体制もずっと昭和からもう業事業フローもモデルも変わらないねずっと今までこれ大丈夫だろうつっ,って踏んずり返ってる人たちが何回かのそういった山の中で震災とかこういうウイルスとかっていうところでだん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 業性あの事業が苦しくなってねえー、ダメになっていくと。 いうことがあると思いますんで、ね、あなたもそうならないように、ね、もうウイルスなんとかも言い訳せずに、えー、サッカースクールで人を集められないからお金がなかったですとか何かなかったですということがないように、ね、あなたは今ステイホーム中でもできることがあるしこれから人がもし、ね、集まれなかったとしてもむしろこれから逆にどんどん集めましょうとなってもで,す、ね、できる商売っていっぱいあると思いますので、えー、頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、えー、今日は以上です。